はい、アンケートありがとうございます。2016年1月8日12時27分51秒ケンイチさん、吉谷社長に聞いてみたいこと、特にないですと。ありがとうございます特にないと、特になくても回答します。まあ今僕には多分質問ないとは思うんですけど、多分おそらくこのアンケートっていうのは、まあアンケートを答えていただくと何かプレゼントっていうことでやってますので、まあ、プレゼントが欲しいっていうことは、まあ、結構そのお金に関するどうすればお金稼げるの的なのが多いので、まあ、僕に質問することがなかったとしてもそのなんかその収益を上げたいとかそういうことを思ってらっしゃると思います。はい。で、まあ、その観点からお話しするとするならば、まあ、今何やっても、まあ、お金は稼げるので、あのインターネット上にはね本当にたくさん の情報がめちゃめちゃ流れてます、めちゃくちゃ流れてます。で結構その何やったらいいですかっていうのをめちゃめちゃいただくんですけど、何やってもいいんです。ただ本当に合う合わないっていうのを、まあ、見つけてほしいかなと思います。まあブログやっても稼げるし、まあ、YouTube やっても稼げるし Facebook やっても稼げるし、まあ、いろいろやっても転売やっても大丈夫なんですね。あとも何やってもいいんですけど、一つはあと環境ですね。環境を変えるというか、自分が行動できる環境を作る、もしくは自分が行動できる環境に行くっていうことが、まあ、大事なんじゃないかなと僕は思います。じゃないと人って動かないので、まあ、環境を変えるですね。環境を変えるか環境を自ら作るということが大事だと思います。はい。じゃないとなかなか人間って動けないんで、そんな感じですね。はい。今ちょっとね、外でこれ撮影してるので、ちょっと風の音とかすごくうるさいかもしれないですけど、まあそういうことが大事です。で、結構本当にね、質問たくさんいただきますけども、まあそういうことが大事かなと。まあ環境を変える、環境を作るっていうのが一番大事です。もしだからお金を稼ぎたいとか思うんであるならば、やっぱ環境を変える勇気ですね。それが一番重要なんじゃないかなと僕は思います。ということで、まあ、特にないということだったんですけど、まあ、一言言わせていただきました。今回ですね、アンケートありがとうございました。ちょっと外でね、うるさいかもしれなかったですけど、ありがとうございます。